どうも皆さんこんにちは、ピースさんです。どうもー。さあ皆さん元気に過ごせてますか？僕は元気に引きこもってます。ウーバーイーツ最高。なかなか世知辛い昨今でございますけれども、そんな中彼らが素晴らしい演奏を先日届けてくれました。カウントダウン TV ライブライブという番組、アーティストが生演奏をお届けする番組として4月からスタートするらしいんですが、その初回放送として4時間スペシャルが3月30日に放送されたわけなんですね。超豪華なアーティストが生放送生演奏で演奏をそれぞれ披露して、その中でもひときわ素晴らしい演奏を披露し、ツイッターのトレンドもダントツで1位を獲得していた、そうオフィシャルヒゲダンディズム。演奏された I Love という楽曲、とにかく超素晴らしかったので、一緒にその映像を見ながら皆さんに解説していきたいと思います。演奏のプレイとしてはランク付け、難しさ、難易度を SAB の3段階で分けるとしたら、 B ランク。いやこれね、 B ランクだからもちろんすごくないとか劣っているとかそういうことではありません。手数もそこまで多くないし、フレーズがめちゃくちゃ複雑だってことはないんですけれども、 B ランクなりの難しさがあるので、電子的なアレンジをこの生楽器であるドラムちゃんまつさんがどのように演奏しているのかっていうところも含めて、それを一緒に見ていきたいと思います。ちなみに僕が演奏したオフィシャルヒゲダンディズムさんの I Love 叩いてみた動画もございますので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいな。そんなわけでカウントダウン TV ライブライブの映像を一緒に見ていきましょう。レッツゴー。ちょい待ったー一番最初のドラムのフィルイン、やってましたね。これは音源にはなかったですね。いきなり止めちゃってごめんなさい。どんどん行きましょう。本体もいる。今回はストップ。あれ、ベースの奈良崎さんが鍵盤弾いてますよ。え、ベーシストからピアニストに転向しちゃったのって思われませんでした？違うんですよ、これ弾いてらっしゃるのはシンベ、シンセベースの略ですね。要するにシンセサイザーでベースを弾いてます。この I Love という楽曲、 EDMいわゆる電子音楽的なアレンジをしておりますので、こういう場合は生ベースではなく、こういうシンセサイザーでベース音を弾くっていうことがあるんですね。これ楽器よく見てください。幅がねすごい短いでしょ。全然鍵盤数が少ない。これはベース音に特化した楽器なので、ベース音ってそんなに高音まで行くことはないじゃないですか。こんだけ鍵盤もなくベース音に特化していて、このシンセサイザーに入っている音源自体もとにかくいろんなベース音収録されている楽器なんですね。シンベって言います。なのでこれからの時代のベーシスト、こういう EDM の生演奏をしていく機会っていうのはこれからの時代絶対に増えていくから、初級者中級者の皆さんは絶対このシンベも弾けるようにしておいた方が、ゆくゆくこれから活躍できる現場が増えていくと思いますよ。ってな感じでどんどん見ていきましょうか。トイッ。今のところですね。シンバルはしっかりやはりミュートしてましたね。この M に入ってすぐにバッてすぐ休符が訪れますので、シンバルのこの休符の間にシンバルの余韻が残っちゃってたらあんまかっこよくないですから、ここは切りよくバッて止めたいので、止めるようにしたいところですね。見ていきましょう。ちょっと待ってください。ここのちゃんまつさんの
右手に注目してみて。どこ叩いてる？この A メロのフレーズ。ドチタドチタっていうすごいシンプルなフレーズだけれども、これハイハット叩いてないですね。ハイハットは左手側にあってこうやってクロスして叩くので、でもちゃんまつさんこっち側を叩いてる。こっち側に何があるんだ、こっちっていう音が鳴るもの。ちょっとね、ちょっとこの映像だと見えないけど、もしかすると僕が思うにこれかな。これリボンクラッシャーっていう楽器です。こういう音が鳴ります。こういうチッて音が鳴る。多分ちょっとね、カメラが遠くて見えづらいんだけど、黒くて細長い物体がなんとか見えるので、それを叩いてるのかな。こうやって叩いてんじゃないのかな。これをこっち側に、フロアタム側に置いてるんじゃないかなと思う。このリボンクラッシャー、イギリスの超スーパースタジアム級ロックバンド、ミューズというバンドのスーパーマシブブラックホールという曲で、ドラムのドミニク・ハードさんがこれ使ってましたね。リボンクラッシャー。4000円ぐらいで買えます。で、買うときは楽器屋さんで店員さんと相談しながら買うのももちろん最高なんですが、結構これマイナーな楽器なんで、僕のおすすめはサウンドハウスさんというインターネット上の、なんか楽器界のアマゾンみたいなサイトです。このサウンドハウスさんで買うのをおすすめします。ステマじゃないですよ。僕がめちゃくちゃ日頃お世話になって超便利でいつも感謝してるんで皆さんにもお伝えしますけど、すごいのが、時間指定もできるし、品ぞれも豊富だし、なんなら定価よりちょっと安い場合があるサイトなので、めちゃくちゃ便利なのでおすすめです。行ってみよう。ギターの大ちゃんのこのおちょぼ口がかわいい。はい、今のとこね、止めすぎ？ごめんね。ここサビに入るとき、今ちゃんまつさんもやられてましたが、シンバルのクレッシェンドね。何度もサビに入るとこのいわゆるクレッシェンド、ここはもう次からドラムしばらくお休みなんですけど、ここのシンバルのクレッシェンド、叙情的なエモーショナルを表現するためにここはシンバルで美しくクレッシェンドを奏でて皆さんに明け渡していきたいですね。ストップ。皆さん、ちゃんまつさん注目してください。すごい背景にいて見づらいけど、こっち側叩いてますね。ハイハットのここ、ハイハットのさらに手前、もう一回見てください。いきますよ。こう、これ何叩いてるか分かります？これですね。ここで EDM アレンジというのが、生ドラムだけで表現するには限界が訪れますね。だってフィンガースナップの音鳴らしたいんだもん。そこでこいつの出番なんですよ。カモン。こいつです。サンプリングパッド。僕が持ってるのはこれ、ローランド製のものなんですけれども、パッドが、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、こう区画が分けられているわけですね。マス目になってますよね。このそれぞれ全部で9個あるマス目の中に、好きな音を振り分けられるんですね。もちろん、もともとプリセット、最初から入っている音源として生ドラムの音も入っているので、これをドラムみたいに叩くことも可能なんですが、好きな音源を USB や SD カードに音のデータを入れて音源を鳴らすことができるんですね。そう、皆さん、ピンときたかもしれない。こちら、キングヌードラムの関優さんもセットに組み込んで、ここら辺に置いてますね。使ってます。ライブでのフラッシュのドラムソロ、てってつって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 つってっていうあのシンセサイザーの音、関谷さんこのサンプリングパッドで叩いてますっていう風に、これさっきのシンベの話も同じですけど、
EDM のジャンル、これからもっともっとまだまだ流行っていくと思う。EDM と生バンドの演奏のハイブリッド型音楽、これが増えていくと思うので、ドラマがその EDM アレンジに追従するために、生ドラムの演奏の表現だけでなく、こういう電子楽器も取り込んでいくと。ここに今のちゃんまつさんの場合はフィンガースナップのこの音を入れ込んでこう叩いてるわけですよ。ちなみにこちらのサンプリングパッド、ちょっと僕が持っているものと同じ機種とは限りません。これ映像で見えないんでね、わからないけど、僕が持っているこの機種、ローランドさんの最新型なんですが、こちら先ほどご紹介したサウンドハウスさんで見たら、だいたい新品で7万円前後でしたね。安いものや旧型のものだったら、だいたい4万円弱のものもありました。ぜひチェックしてみてください。続き見てみましょう。チェキだよ。ちょっと笑っちゃった。やばくねえか。ちょっともう一回聞きましょう。ごめんなさい、俺が邪魔しちゃった。藤原さんのここイレギュラーのとこやば、鳥肌が止まんねえわ。ラストもう一回。神かよ、やばすぎだろ。生演奏、生歌唱だぜこれ。やばいっすね、ごめんなさい邪魔して。気持ちいい。かっこいい。音切るときにこれね。でやっぱりこのちゃんとしたピアノを弾くところはサポートの方がいらっしゃるのかな。今ひげもじゃでしたもんね、奈良崎さんじゃなかった。これね、この方ほら、普通のピタイピアノってこんぐらい鍵盤数あるから、新芽は全然もっと半分ぐらいしかないです。半分もないです。ピアノの方がサポートでいるんですね。豪華ですね、生演奏って感じするね。嬉しい。もうここ一番好き、ここ一番好き。あ、これさ、いや僕ね、このライブライブって番組の本気を感じたのは、てか音楽を大事にしてるなって感じたのは、見てください今のシーン。目がくらんでしまうってところで、目がくらむ照明とカメラアングルにしてるでしょ。すごく歌詞を大事にしてるよね。僕ここのシーン見て、あ、なんかこの音楽が儲からねえって言われてる時代に、生演奏ってめちゃくちゃ予算かかるんですよ。こんなただ音源カラオケで流して当て振りすることの、そういう番組の方がむしろ多いわけですから、これ生演奏っていろんな音響の環境、照明環境をがっつり用意しなきゃいけないから、もう予算が何倍から、カラオケ音源演奏の何倍10倍ってかかるんですけど、それでもこういう音楽性を大事にするために、生演奏とカメラアングルと照明と全部大事にしてるなーっていう感じがして、あ、これは音楽に対して本気をで届けたいって思ってくれてる番組なんだなと思って、それが4月から始まるってことなんで、すごい楽しみだな。第2の M ステ、まあカウントダウン TV 自体がそもそも老舗な番組ですけどね、第2の M ステみたいになってほしいなと思いました。かっこいい。こうほぼさ、ほぼ本音帯の人も含めて全員クラップしてる。その中ドラムは、これ気持ちいいぜ。このクイーンの We Will Rock You じゃないですけど、このドラムのスネアに合わせて、バンドメンバーと、なんだろう、お客さんも全員がクラップしてる。こういう時にドラマは
俺はこの瞬間のためにドラムを叩いてるんだって感じるんです。気持ちいい。これね、さとちゃんが大好きだわ。このすごくないですか、ステージングが。もう全身で表現しようっていう気持ちがめちゃくちゃ伝わってきますよね。2018年ブワーッと売れまくりましたけど、そのもっと下積みらしき時代、今 YouTube にいろんなインストアライブの時代の映像とか残ってますけど、その時代からこうなんですよ。彼はめちゃくちゃ高い歌唱力があるのにお高く止まってないですよね。伝えたいっていう気持ちがめちゃくちゃ伝わる。うん、それがこんだけ大きなステージ、紅白も出てめちゃくちゃヒットして、これだけ大きなステージに立った今と、インストアライブでアナログな小さめなステージでやってる時も変わらず同じ熱量でやってるから、僕はそこすごく尊敬してる。かっこいいですね、今のフィリング。ダンスクダックって。いいですね、このビート、いわゆる16ビート。ハイハットの気持ちいい16分音符をしっかり奏でたいところですね。ここ、次、いわゆる D メロ、 A メロ、 B メロ、サビを C とするなら、それとはまた別のメロディー、最後の大サビに向かう橋渡しの D メロというものが来ますが、その D メロ、D メロのところにドラムの見せ場来ますね。ドラムのフィルインのピックアップ、ドラムだけが残るフレーズがありますので、そこを着目して見てみましょう。チェキだよ。かっこいい。あ、いけない。ここ、あー、ずっとがだけでドゥクドゥクドゥク、そうですね。もう一回いってみてみましょうか。シンバル止めて。いいですね。かっこいいですね。持っている方はこうやってもいいかもしれない。で、やってみてより派手にしても面白いかもしれない。続き行ってみよう。後半がやばすぎ。うわ、切ない。表現力がやばいですね。来るよ、イレギュラーが。ジャマツかっこいい。包まれるわ、恋に。引き込まれる具合半端じゃなくないですか。ドラマーはより楽器の中でもめちゃくちゃアナログな楽器なので、やはりそういったさっきのリボンクラッシャーやサンプリングパッドを加えて、この時代の新たな EDM というジャンルにしっかり追従していきたいですよね。それをお手本を示してくれたのが我らがオフィシャルヒゲダンディズム、この生演奏最高でした。さあ、そんな感じでお届けしましたビスターの解説、いかがでしたでしょうか。僕のバケットバンケットビスのチャンネル、いろんな叩いてみた動画上げておりますし、これからは
伝わる動画をどんどん増やしていきたいと思っています。どうか皆さん、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまたお会いしましょう。ビスタンでした。